名古屋球場正門前駅。名古屋球場正門前駅は、愛知県名古屋市中川区路二2丁目にあった、東海道本線貨物支線、通称、名古屋高線の駅、廃駅。1987年7月1日から1994年10月8日まで、名古屋球場による、野球観戦者の便を測って設置されていた、臨時駅であった。現在、 中日ドラゴンズのホームグラウンドは名古屋市東区にある名古屋ドームとなっているが、それが完成する1996年までは名古屋駅金山駅間で東海道本線、中央本線、東海道新幹線、名鉄名や本線などから眺められる中川区の名古屋球場であった。名古屋鉄道では1944年に開業した名古屋本線上にある 山王駅を1956年から1974年の間、中日球場前駅、1975年から2005年の間、名古屋球場前駅と解消し、試合開催日には特急、急行電車を臨時停車させるなどして輸送に努めていた。1987年4月1日に国鉄分割民営化によって発足した東海旅客鉄道。 JR 東海では、名鉄線より、球場に近いところを通っている、日本貨物鉄道、JR 貨物の名古屋高線、貨物線の第二式鉄道事業を得してこの、観客輸送に加わろうと考えた。これは、同年のシーズン入り前に、落合博光が、日本プロ野球開発の1億円プレイヤーとして、中日入団を決めていたことも、契機となったと考えられる。 この構想はこの時が初めてではなく、昭和20から30年代にも球場近くに仮設ホームを置いて、貨物列車最後部に客車を増結する形で観客輸送を行っていたことがあった。初は1949年、昭和24年10月の日米親善野球試合の際で、この時は中日球場前駅を名乗っていたという。 しかしこの時は、デーゲームに限られたものであり、さらに、運行本数も、非一往復と、ビビたるものであったため、同線の貨物列車削減とともに、いつしか消滅した。駅名が示す通り、この貨物線は一番距離の短いところでは、名古屋球場から徒歩1分のところを通っていたため、JR 東海では、新幹線の高架脇で、同線と、 球場前の道が交差する現在踏切となっているところから南側かけて長さ135メートルの6両編成が停車可能なプラットフォームを設置した。名鉄の名古屋球場前駅から球場へは徒歩で10分程度を要していたため利便性ではこちらが上であった。なお、名古屋高線は東海道本線の支線という扱いではあるが、 名古屋港線の分岐点である山王信号場が中央線上にあるという性格上、東駅行きの列車は中央線を通らなければならなかったため、名古屋駅から東駅行きの臨時列車の表示は、臨時駅ということもあって、ホームは新幹線高架に接する側に片面のみ、鉄骨で組んだという簡素なものであったが、主要駅から東駅までの投資運賃は開業時、 名古屋駅からが百四十円、岡崎駅からが七百円、勝川駅、尾張一宮駅からが三百円、岐阜駅からが五百四十円、桑名駅からが四百六十円であった。この運賃は九百八十九年、平成元年四月一日の消費税転嫁により改定されている。なお、当時は名古屋駅から百四十円で行ける、すなわち三キロメートル以内の常設駅は、 存在しなかったため、正門前駅営業日のみ、名古屋駅から名古屋球場正門前の片道及び往復乗車券が券売機で及び窓口で発売された。券売機では普段はボタンにプラスチックの蓋をしていた。窓口では1991年、平成3年まで貢献を発売していた。JR の特定特市内制度の名古屋市内駅としての取扱いは、 名古屋港線が貨物会社線ということもあり、行われていなかった。同線の分岐点は、前述したように、名古屋駅から中央本線の線路を 1.8km 進んだところにあった三の信号場であり、そこから当駅までは 0.7km に過ぎなかった。しかし、当駅には折り返し設備がないため、当駅南にある、輸送は、 試合開始前は、名古屋駅から東駅へ、試合後半からは東駅から名古屋駅方面への一方的なものになるため、中日広島線が開催された1987年7月1日に、東駅は営業を開始した。当初当たり駅行き列車は5本が設定されたが、下りの名古屋駅行きについては、試合の結果具合によって6つのパターンが用意され、8回、 終了前頃からほぼ十分間隔の運行とした。なお、JR 時刻表には、試合が大幅に伸びた場合は、試合終了前に運行を打ち切ることがある旨が記載されていた。JR 東海では、名鉄名古屋球場前駅の利用客の数パーセントの移行を予想していたが、実際には、球場の目の前にあるという便利さから、開業初日から名鉄利用客の一割程度が、 流れるなど、利用率は高く。車両は、貨物線が非電化であったことから、高山本線直通急行列車、乗倉に使用されていた、キハ58系や、1992年まで、帰省本線の特急列車、南紀に使用され、余剰になっていた、キハ82系を使用した。特に後者に関しては、南紀がキハ85系に置き換えられて、 定期運用から外れた以後もキハ82系が運用されていたことで、鉄道ファンからも注目され、さらに元特急車両でグリーン車も無料開放したことから、普通列車としてはグレードの高いものとなったキハ58系のグリーン車も同様。なお、同線は日本貨物鉄道、JR 貨物が保有する路線であり、JR 東海は JR 貨物に 線路使用料を支払う形で運行されていたが、前日の車両改装の都合で営業区間 0.7km のみでなく、名古屋港線全区間の 6.2km を営業線として計算していた。この駅は予想以上の公表となり、地元民からは常設駅にしてほしいという要望が上がった。当時名古屋ドームの建設が始まっていたが、 中央競馬の場外馬券売り場であるウィンズ名古屋に近いことあって利用者は見込めると考えた JR 東海は東海道本線の本線上に岡白橋駅を設置することを決定し1995年3月16日に開業させた。これに伴って本駅はその使命を終え1994年10月8日のシーズン終了をもって廃止となった。 なお、最終日は、中日、巨人戦で勝利した方が、セントラルリーグ制覇という、同率主位チーム同士、両チームの勝敗数も69勝60敗の、運命の直接対決、10.8決戦の、当日であった。そのため、観客数は相当な数となり、またお別れを記念しての式典も行われた。なお、この試合で、中日が勝利して、リーグ優勝していた場合は、 日本シリーズ開催期間まで営業を延長する予定であったが、中日が破れたため当初計画通り同日限りで廃止となった。開業から廃止までの約7年2656日間、約5600本の列車が運行され、約200万人の乗客を運んだ。名古屋駅、山道信号場名古屋球場正門前駅、八幡信号場名古屋港駅、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。